ハイウェイちゃん TV レゴマーベルスーパーヒーローズ2実況。今回はですね、マンハッタンでですね、ニック・フューリーのミッションに行きたいと思います。それでやっていきましょう。わけがないさ、征服されたネイティブは例外だけど。はい、今回、このミッションでですね、マンハッタンのミッションパズルすべてですね、クリアすることになります。ということで、マンハッタンのボス戦のですね、アイコンが出現するのかどうかっていうのが楽しみですね。新しい任務があるがどうだ。行きましょう。カーンは自分の力を誇示するために、ルーキー卒業ですね。私のヘリキャリアを爆破した。機内にいたシールドのエージェントたちは吹き飛ばされてしまった。ほとんどのエージェントは無事に戻ったが、数名の新人からまだ連絡がない。お前の任務はこの新人たちの捜索隊を率いること。捜索隊、どうだ。なるほど。よし、行きましょう。バトルですね。彼らの位置を絞り込むのに役立つはずだ。クロノポリスの現在の状況からすると、新人たちがトラブルに巻き込まれる可能性は高い。あらゆることに備えておけ。なるほど。あ、出てきましたね。はい、下にですね、コンパスが出ています。地図ですね、これに従って、探していきたいと思います。こっち。いつも何かしらトラブル。おっと。袋小路、マンハッタンから出るんですね。ヒドラ帝国に行きました。どこでしょう、どのあたりでしょう。一歩下がって。おっと、私に怖い顔するのをやめて。ここですね。きっと平和的に解決できると思うわ。なんなのこんなの。訓練のはい、 B B 攻撃投げつけて殺すという。もう一回最後。おっと、アイビーこっち持ってきての、見やすいところで叩きつけて殺す殺すというところですね。はい、終わりました。一番いいバロン呪文の像を壊しやがって。ビーって出てますけど、あ、こういうことですね。ビーを押すと、ここでのミッションが終わるということですね。はい、左にですね、出てきました。あ、2分の1、それと2分の0ということですね。ということは2人2人、ずつ探すということですね。行きましょう。こっちですね。お、お前らなんか怖くないぞ。ここか。恐るべき武術をマスターしてるんだ。そのカワリングゴートの、見てろ、俺のカワリングから出る強烈な衝撃波がお前らを震え上がらせるぞ。おお、これ本当に効いてるぞ。川パワー発動だ。はい、オッケー。まだかな？出たな。オッケー。さっきの見た？新しい戦闘スタイルで完全に何か掴んだよ。フューリー長官に伝えに行かなきゃ。はい、オッケー。はい、次行きましょう。おっと、後ろですね、こっち。はい、おっと、どこでしょう。お、マンハッタンより先。この先はもうありませんが、ああ、この辺、アベンジャーズマンションのところ。この辺ですね。脅したいなら好きなだけ脅せばいいわ。絶対にシールドの機密を漏らさない。絶対に。まあ絶対と言っても、つまりそちらがどういう風に、ああ、これ脅してくるかによるわけだから。あなたが来て助かった。鳥のように歌うところだったわ。さあ、やっつけて。何をやってるんでしょう、私は。私はスタンリーだ。おっと、全然場所が違う。何をやってるんでしょうか。お見事だわ。
実は私が知ってるシールドの機密ってさ、キューリー長官のところへ。はい、ということで、あと一人ですね。つまらない戦いで制服を汚すためにここまで来たわけじゃない。おいました。マジで近づかないでくれ。エチケットブラッシャーとパーヒーロー、ちょうどいいところに。このロケットで倒したかったんですね、遠いところから。まだですか。ありがとう。OK。実は制服がかっこいいからシールドに入ったんだ。本当に。これ最後ですね。とにかくキューリー長官のところに戻ろう。はい、ということで、クリアしました。と戻らなきゃいけないんだ。ドン。雪の中を歩くのはいいな。はい、戻りました。オッケー。よくやった。これで新人は全員把握した。迷惑をかけていなければいいのだが、彼らはまだ有能なエージェントではないが、千里の道も一歩からだ。なるほど。これで片付いたな。私は正式にシールドの仕事を離れる。おららららら。少なくともクロノポリスの事態が解決するまでは。その間にまた戦場で助けが必要になったら私に連絡してくれ。オッケー。さあ、ニック・フューリーが解除されました。はい、オッケー。はい、それではニック・フューリー見ていきましょう。近づかないようにして。はい、それですね、コア属性を見ていきましょう。テクノロジーですね、それとターゲット、それとステルス、ステルスがあるんですね、それと、あ、シルバーレゴ破壊ということになります。この人は人間なのにキルド破壊ができるということなんですね。ということはこの人は人間じゃなかったのかなという感じですね。ニック・ヒューリーはですね、元アメリカ陸軍将校であって、元 CIA 工作員であります。戦闘術、諜報活動や戦略に優れたヒューリーはシールドに入隊し、後に組織を任されることになる。シールド長官としてアベンジャーズと共に地球を襲う危険な脅威と戦うということですね。で爆弾を投げいっぱい投げます。ニクユーリーはテロです。テロの親玉です。本当はですね、実の正体で、前向いてるのか後ろ向いてるのかわからないという困ったもんです。はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。マップを見ていきましょう。お、出た、ボス対決です。はい、今回ですね、ミッションをクリアしたということで、マンハッタンのですね、ミッション、パズル、すべてクリアしました。ということで、ボンというですね、アイコンが出現しました。マンハッタンのですね、ボス戦が解除されたということになります。チャレンジを見ていきましょう。ボスは誰だということですね。クロノポリスにいるすべてのボスを倒す11分の2となっています。この2というのはですね、ストーリーモードで、攻略したと解除されたということなんですね。皆さんもこの2つは表示されていると思います。ということで、個別にですね、このボス戦、することもできるんですが、私はですね、まとめてしたいので、次はですね、次回の動画はですね、こっちワカンダのですね、ミッションをですね、4つありますので、すべて1つの動画にして、皆さんにお伝えしたいと思います。それではですね、次回をお楽しみ。チャンネル登録、お願いします。じゃあね。